生票、まっちゃんさん、深夜健さん、ありがとうございます。それでは作っていきます。ちょっと待って、ちょっと前にね、人参をカットしたのをママにもらったんですよ。だから人参はカットされてます。これ大丈夫だよね。人参、ママがカットしたのくれた、いっぱい人参。なんかここ最近ほんと人参食べてないって言ったら人参くれました。ママありがとう人参なので。でもそれを忘れて、私はなんかそうそう、なんか本当に人参ずっと食べてなくて、まあ、そろそろ人参が恋しいなって思いながらスーパーに行って、そう、人参もらったこと忘れて人参買っちゃいました。人参女、人参女です。でもこの人参、先にねママがくれた方の人参を使おうと思う。そう、カット済みにしてくれたの。りょうちさん、ありがとうございます。人参ポリポリ。そう、なので、でももう、あ、でもしなしなになったらちょうどいいか。人参はママが切ってくれたのを使います。ですので、でも、あ、なんか、でもほんとスープだから切って切って入れるだけです。今日はね、たけしを買ってきました。久しぶりの包丁。たけし、しいたけ、一番大きいのを選びました。一番大きくて綺麗なの。しいたけ、人参と、しいたけです。しいたけは全部入れます。りのちゃん、ありがとう。ハート。あらたさん、ありがとう。たけしくんもしいたけなんだけど、しいたけもたけしくんもほんといつ食べたっけって感じ。それぐらい食べてません。だから久しぶりです。しいたけ、しいたけ、え、こんぐらいだよね、この尻尾みたいな。おりちゃんさん、りょうちさん、ありがとうございます。今日はですね、パンダちゃんのパジャマを買ったんです。だから今度着ます。パンダちゃん、あれ、しいたけってこんなんだったっけ。え、もうちょっと着る。ゆきおさん、ありがとうございます。もうちょっと切ります。本当、あいかちゃん、ありがとうございます。夏目さん、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。今日は料理配信です。手元って見せた方がいいのかな。なんか未だに料理配信の正解がわからないという感じです。幸子の意見。こんにちは、試験さん、ありがとうございます。こんばんは。あ、でも超いいこと思いついた。下にもう一個のスマホを置いてコメントを読みます。何の料理作るの。今日はですね、なんかスンドゥブっぽい、あの味はね、スープを作ります。あっくんさん、ハートありがとうございます。ふわしいたけ、たけし、あ、しいたけ、お疲れ様です。まこりさん、お疲れ様です。しいたけのここは食べません。しっぽみたいな。そっちの料理配信は定期的にやって、そうですね、定期的にやってます。まあ今まで作ったのは鍋だけなんですけどあいかちゃん、ありがとうございます。あ、そうそう、と、あ、それだ、豆腐チゲ的な。そうです、そうです。あれ、このビッグキノコめっちゃ切りにくかったけど、このミニキノコちゃんは切りやすい。一体何の差だ。サッチ、ヤッホー、ありがとう。
イーさんありがとうございます。サチこんばんは。こんばんは。あいかちゃんありがとうございます。ちょっと読めなかったらごめんなさい。それでもねやっぱね包丁使ってるので手元を見てます。コメントも見てるけど手元を見てるので、椎茸がいっぱいですね。寒かったですね、本当。今日はニットの上にカーディガンを着て外に出たんですけど、寒かったです。もうダウンジャケット着てる人いた、電車で。皆さんも来ましたか。安全第一ありがとう。福岡のリアルありがとう。楽しみしみ福岡もつ鍋食べたいな差し入れもつ鍋とかあったり。椎茸塩4つ切りました。関東はめっちゃ暑いの。そうなの、季節のあれは。ガッチさんハートありがとうございます。なんかあれだよね、ポムさんありがとうございます。天使マッツンさんチューありがとうございます。なりちゃんさんハートありがとうございます。なんか山口はとか広島も もかな、なんか寒い日は寒い季節は本当に寒くて、暑い季節は本当に暑いみたいな気候してるに気がしてるんだけど、なんか一年寒いから夏は過ごしやすいとかじゃなくて、もうどっちも。うわっしょい。しめじちゃん、しめじちゃんとえのきのいいところはここの、ここを取ったら食べれるところ、すぐ。あれもしかしてすぐできちゃう、え鍋より簡単スープって、もしかして。ちょっとあお肉切らんて。水 500cc。 熊根パパさんありがとうございます。 500cc300。 あ間違えて300入れちゃった。300と200。えちょっと一回捨てます。ちょっと200と。うっちーさん10ありがとう。こんにちは、こんにちは。200300 500です。ドアの取っ手開いてます、部屋が。せいくんさん10ありがとう。料理配信です。そうです、今日鍋じゃないですよ。こんにちは、こんにちは、こんにちは。500入れたら沸騰させます。あったかい。また花沢弁当さんありがとうございます。最初に沸騰させるんだね。あ、ちょっとずるずるず。何作るの？なんかチゲっぽいスープ。としさんありがとうございます。おりちゃんさんありがとうございます。今沸騰な。ポムさん星ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。
ささめゆき。椅子があるんです。あ、めっちゃ見えてた。見えてないと思ったら隠れれてると思ったら全然見えてた。時計をセットします。シーサーさん10ありがとうございます。めっちゃ見えてた。サッチー絶対豆腐好きだ。どういう偏見？まあ好きだけどめっちゃ好きだよ。そう、シーサーさん10たくさんありがとうございます。10ハロプンテさんハートありがとうございます。お、早い。割とあったけえ。お鍋じゃないです、今日はスープです。いつもお鍋作ってる人だからね。豊中のひろさんありがとうございます。はい、沸騰いたしましたら、醤油大さじ2、おー、ちょっとちょ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 、大さじ2、醤油大さじ2、料理酒大さじ 1.5。 これやっぱ見えてないよね、こちら。あー、よかったよかった1.5。 サッチーはですね、絹派です。でもスープはいつも木綿を使ってます。帽子、料理酒入ってない。そして鶏ガラスープの素大さじ1。さっき鶏ガラスープってコメントしてる人いた。登場ですよ、大さじ1。いつもね、鶏ガラスープの量ミスっちゃうんですよ。大さじ1、パラパラ。あ、沸騰してる。そうそう、型崩れしないので好きです。結構沸騰が早いですね。豆板醤小さじ1。おお、のお肉は先だった。お肉じゃなくて豆板醤で。豆板醤は私のお友達です。親友、マジ親友です。めっちゃ使う。やばい、もうなくなってきた。友達が、でも開けとくとさ、お部屋が。ということで閉めます。あ、いい香り。あ、沸騰してる沸騰してる。しましたら、ツリツリさんありがとうございます。あ、そうそう、お肉、なんか鶏肉なんですけど、家にささみがあるので、ささみです。なんか今日までですね。レッツエンジョイさんありがとうございます。ちょっと早い早い、動画一回止めます。お肉切るの苦手なんですよね。手がベトベトになる。確かにそういうこと。いいですね。でも
構小さめに切ろうと思います。気合の腕まくり見られてたから、ブツブツなんですよ、ね、嫌になっちゃうわ。結構小さめでいこうと思います。こんぐらい小さの音が響き渡る私の料理配信。いやビニール袋ねあるのはあるんですけど、いつもなんか使ってんの、でもベトベトになるのは嫌だっていう人です。これが筋で合ってる。お、いい感じ。昨日は苦戦したけど取れました。いい感じ。入れようかな。肉の量大事ですよね。こんにちは。スープ。シャッチーこんばんは。こんばんは。これってさ、手元を映した方がいい、どっちがいいのって言っても、ちょっと今は手元映さないあれだから、肉で手がベトベターです。こんにちは、こんにちは、ありがとうございます。あ、じゃあ自己紹介しよう。皆さんこんにちは、 STA48 3期研究生の曽川咲です。やばい、どうしよう。曽川咲です。何配信かな。今日は料理配信です。鍋しか作ってないけど、今日も煮たスープを作る。鍋とスープって何が違うの？ラ・スラッスさん、ありがとうございます。山口県出身の高校3年生18歳です。よろしくお願いします。あ、具を楽しむか汁を楽しむ。なるほど、鍋が具をってこと。確かに、お肉ミニマルサイズ。あ、これは筋だ。筋は取る。得意料理、得意料理はそうですね、鍋です。でも今日はスープです。この前さ、なんか話してて、自己紹介みたいのして、ちょっと待って、筋と格闘中してて、趣味に料理、お菓子作りとか、あのパン作りって書いてるから、多分料理が得意なのかなって思ってくれたんですよ、その方。得意料理鍋ですって書いてて、なんかあーねみたいな反応でした。鍋って確かに煮るだけだよね。切って煮るだけ。こんにちは、こんにちは。あれ、前髪が言うこと聞いてくれない。ちょっと、結構でも筋が残ってる。難しいですね。吉久さん、ハート、ありがとうございます。料理配信です、そうです。いいですね、これは。
ムスさん、ありがとうございます。ケチャンさん、ありがとうございます。竹まつるさん、ありがとうございます。うわ、めっちゃ筋。オッケー、できた。みんなごめんね、めっちゃ無言タイム。ちょっと先に手を洗わせてください。顔だけ残して。サルモネラ菌、サルモネラ、サルモネア、鶏肉の菌、怖いよね。ゴールドチップさん、ありがとうございます。それには当たらないように。石鹸で洗ったら落ちるみたいな、薄いか。ヤスベイさん、10、ありがとうございます。しっかり手を洗いで、こんばんは、こんばんは、石鹸さん。ヤスベイさん、10、ありがとうございます。ヤスベイさん、10、たくさんありがとうございます。ハシモックンさん、ありがとうございます。サルモネラ、サルモネラか、サルモネラ菌が鶏肉には潜んでいます。ということで、ということで、鶏肉ちゃんも切れました。ここです、鶏肉ちゃん。胸に優されて切れました。まあ30秒ね、ハンドソープでゴシゴシしたから大丈夫だよね。 ということでスマホを触ります。そしたら塩コショウ少々って書いてあるんですけど、まあそこはご愛嬌。合ってる日本語。立ち元日本語下手。で、入れたら鶏肉を加えます。胸肉でした。おかまでいいかな。いや、箸にしよう。まあスープにはもも肉って言うんですけど、まあ、これには胸肉って書いてあったので胸肉にしました。いいんです、胸肉で。そしたら胸肉を入れます。もうドバドバと入れます。これは具沢山スープになる予感。いいことですね。香り、どうしよう。あ、いったいったいった。あ、あ、私の椎茸が。ニコラフか。洗います。そう、火を入れすぎると固くなっちゃうので気をつけます。ありがとう。3秒ルール、今 2.2 秒くらいだから大丈夫です。鶏肉を加えて、野菜は人参だけ。人参全部入れます。お母さん、ありがとう。おー、結構あった。人参
めっちゃ美味しそう。まるともちゃんさん、ありがとうございます。たむつりさん、ありがとうございます。そう、ママが来てくれた人参10日、サッチーもまたいつか来ます。いっぱい買ってるので。何人前かはね、謎なぐらいある。え、これ何人前ぐらいだろう。これ1本ぐらいありそうだけどね。人参、胸肉は結構入れました。まあまあまあ食べれるでしょ。あ、今日では食べませんよ。月日をかけて。私のあ、ちょっと前髪芸術的だな。愛情です。イエスイエス。天使のえなこさん、ハートありがとうございます。バンちゃんさん、十ありがとうございます。こんにちは、こんにちは、ありがとうございます。人参だけ先に入れるそうです。蓋を閉めるっぽい。これに火が通るまで蓋を閉めます。豊中のひろさん、熊根パパさん、ありがとうございます。倒します。あっち、すごい今なんか何の声聞こえた。あ、カルシファーみたいな声出たね今。あっち、ハルと動きしろ知ってますか。ジブリの大好きです、あの作品。テレレンテン、テレレレン。あれをピアノで弾きたい人生でした。めっちゃ憧れてた。テレレレン、でも弾けないです、ピアノ。マルスさん、ありがとうございます。でもピアノをちょっとだけやってて、あれアラビスクだけ謎に覚えてるんですよ、体が。途中、あ、キノコの、キノコがキノコにくっついちゃった。こんばんは、しけんさん、ありがとうございます。こんばんは。 ST48 3期研究生、曽川咲です。キノコ、そうそう、カルシファー、火のやつです。ハロイ、ハロがなんちゃらこんちゃら、なんちゃらこんちゃら、俺をいじめたらみたいな言ってた。こんな声じゃないけどね俺をいじめたら、ちょっと今日はやりませんりょうちさん、10ありがとうございます。あ、いい香り、幸せ。換気扇を10。あ、うるさいね、ごめんね。でも結構匂いがなんか長ネギ入れるようになってて、で全然長ネギ食べてみたくて、最近何スープ、なんか豆板醤入れてるのでチゲっぽいやつかな、スンドゥブみたいな。翼だよーさん、ジュありがとう。こんばんは、キャベツの炒めさん、ソーリーさん、ありがとう。カムカムさん、ありがとう。そうで長ネギを買おうとしたんだけど、持って帰るのが大変ということで、担いで帰る感じになりそうだったのでやめました長ネギ担ぎ、はい、そしたら人参が火が通ったので、残りの野菜たちを入れます。たけしちゃん、えのきをやっぱ1本はやめます。またいつか。みんみんさん、10ありがとう。こんにちは、こんにちは。おいしいそう。豆腐
がネギしょってるみたいな。確かに。もうしょって。あゆにDさん、ありがとう、星。そしたらもうすぐできます。ソルさん、バラ、ありがとう。豆腐ちゃんを出していきましょう。卵、今日は。しめじも半分ぐらい入れます。アウチ。いや、全部いけるかな。いや、スープじゃなくなる危険性があるのでやめます。ちょっとだけ水足そう。あ、しめじがやっぱり落ちてた自分まさかこんな反応やん。ちょっとだけ水足します。なんかすると美味しくなる。あ、美味しくなるの？最高かよ。あー、今まで。美味。本当に豚肉サルモネラ菌だけは、豚肉じゃない、鶏肉のサルモネラ菌だけは勘弁。なんかこの前怖いニュース見て、洗ってる時鶏肉のまな板を、その飛んだやつがコップか何かについて、そこで菌が入ったみたいな、はい、もう怖いですよね。サルモネラ菌だけは噛んでいったんだけど、あ、やばい、沸騰してる。スプーンじゃない、豆腐を入れます。本当はあ、でもどうせスプーン入れるから、待て、スプーン使うから、スプーンで入れちゃおう。スプーンでお豆腐を入れます。スプーンで入れないといけないらしいです。
そんな間違いがね、あるんですよ。豆乳、豆乳。お、割とある。仕上げに卵、本当、いや入れます、やっぱ片栗粉。水溶きが先だそうです。こんばんみ、こんばんみ、ありがとう。パクリちゃん。パクリちゃんって何だよ、何。の料理配信お腹いっぱいになった。すごい届いたのが私のご飯でも、しっかりお食べくださいませ。何対何かあまり分からないんですけど、1対1ぐらい。あったくり粉、そうです、目分量です。全てにおいて目分量。こんなもんか、水と、そう1対1かな。出ます。とろみがつくまで混ぜ混ぜ。何を作ってるんですかと言いますと、具だくさん豆腐、豆腐スンドゥブ風スープです。メロかっこいいやろ。男の料理は。まあこんなもんでしょう。そしたら卵を入れます。今朝私が産みました卵です、っていうコメントがあったのでパクりました。お酢、薄くない、やっぱり買うべきだったか。なんか最初サンラータン作ろうと思ってたんですけど、なんかお酢買ってもあんま使わないしなと思って、他のレシピを見たんですよね。そしたらキノコを使った美味しそうなのがあったから見たら、最後にお酢が入りました。ポン酢じゃダメかな、そう頭は一瞬よぎったんですよ。ポン酢じゃダメですかね、どうなんだろう。ちょっとお
ヨーグルトに使ってました。ポン酢でもいいかな。かたむつりさん、ありがとうございます。ちょっと味見してみます。あ、鶏ガラちゃんと、ちょっと豆板醤いくら好きだからって入れすぎたわ。結構辛いです。あ、ちょっと出た鶏ガラも入れすぎました。マジマジ。あ、せっかくのトロトロ卵がマジマジにより。最初にトロトロ卵を抽出します。え、ちょっといいですね。マジマジ美味しそう。味見。あっちゅ、あっちゅい醤油が。でも塩分過多になるのでこんな感じでいいですかね。お、色がそれっぽくなってきた。いい感じ。完成。イエーイ。完成。ちょっと盛ります。お皿に。ママが切ってくれた人参ちょうどいいサイズ感。やっぱお玉入りました。気づかなかった。お片付けして一瞬だったかな。大丈夫だったかな。おかえり。ね、暑い日に。ジャスターセカン。水分補給。絶対にさっきベロをやけどしました。味見で。納豆を夜に食べるようなことにしたんです。スープが冷めちゃう。
大丈夫って全然大丈夫だよ。この前もおでんでやけどしたんですよね。本当になんていうの、危機感がなくてシュッて飲んじゃう。納豆感です。納豆は美味しいです。さっきヤッホー、氷ないんだよね。最近作ってなくて。氷食べちゃう癖があるじゃないですか。そう、食べないように、作んないようにしたんですよね。お米がついメガネちゃんさん、ありがとう。こんにちは。藤井さぎさん、ありがとうございます。ちょっと納豆と今向き合ってたわ。納豆まず、マジマジ。おっくんさん、ありがとうございます。ケントさん、ありがとうございます。ワンちゃんさん、ありがとうございます。何回ぐらい混ぜる？え、気分です。サチは気分でできています。こんばんは。ビスイベント頑張ありがとう。ありがとう。頑張りでも今日は20回ぐらいですかね。でもこの前は100回ぐらい混ぜてみました。なんか本当気分です。さっちゃんいつもしらすをかけます。あ、そうそう、朝食べてたやつをその夜に食べるだけになりました。このしらすはどんぐらいが適量か、まだに。そしたらオリーブオイルをかけます。オリーブオイルはちょっとたっぷりめが美味しいんだけど、たっぷりめです。美味しいです、たっぷりめが。で、お塩をかけます。サン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 、よし、完成。今日の夜ご飯、今日の夜ご飯を紹介したいと。サーランタ風かスンルブ風かわからないスープ。入ってるものは胸肉と豆腐と人参と椎茸と、しめじです。じゃーん。どうでしょう。そして納豆ご飯。これは五穀米に納豆としらすを入れて、あ、かけて塩とオリーブかけたやつです。ということで、そうです、健康的をモットーに日々生きております。おー、めっちゃ手めっちゃ手。それでは、いただきます。寒い。ちょっと開けます。いただきますって言っても。おいしいね。移動となるとね、なんか、起きないんですけど、なんか転んだり事故が起きたら嫌なので、ここで食べます。事故が
ただきます。うん、胸肉柔らかい正解です。胸肉柔らかい味。食レポの練習しとこう。ほんと何かきのこの風味がしっかりスープに染み出てて、きのこの風味がしっかりするんですけど、醤油と豆板醤のちょっとしょっぱい塩辛い感じがマッチして美味しいですね。うん、100点ダンス見てくれたんですか。そう、あれなんかぜひ見てみてください。味わっちゃうともう目つぶっちゃうんですよね、本当に。癖なんですよねあれ。そう、なんかで喋んなくなるの。なんか友達と遊びに行って美味しいもの食べたりしても、ちょっとごめん黙るわっつって、なんかちょっとお酢が合った方が美味しい気がするので、ちょっとポン酢入れてみます。スプーン一杯ぐらい多いか。あ、でもお酢入れたらいい香り。美味しい。もうちょっと入れよう。あ、やっぱレシピってちゃんと意味があるんだね。酢入れたらポン酢なんだけど美味しくなった。猫は猫で、猫さんありがとう。こんにちは、しけんさん。納豆ご飯ね、ね、うん、これは結構新発見。ポン酢美味しい。ポン酢スープ、あ、でもポン酢スープあるか。なんかさっきチャッチ結構いろんな食べ方するんですよ。え、それって美味しいのみたいな。で、なんか自分でその種類を作りたいんですよね。これとこれが合いますよっていう、サッチ考案みたいな。だいたい調べたら出てくるんですよっていう意味です。完成しました。そうです。あ、人参が、うん、うん、
しもっくんさん、星ありがとう。バッチリ本当に嬉しい、ありがとう。磨きます。老人形さん、天使ありがとう。主計さん、サチヤッホー。皆さんはご飯食べましたか？今日夜ご飯ハッシーさん、ありがとう。こんばんは、こんばんは。これからです。これからなんですね。何食べる？あ、鍋でしたって。いいですね。3回目か。鍋はほんと何回食べても、ちょっと口のサイズが、ちょっと納豆だけフェードアウトします。口のサイズが巨人レベルにでかくないと食べれない。そうなんですよね。よく噛むんですよ。糸に行くと、ちょっとティッシュ持ってきます。お口を拭きます。納豆は配信が終わってゆっくり食べたいと思います。 INZ さん、ハートありがとう。スライトさん、リノちゃん、豊中のひろさん、ありがとう。主計さん、こんにちは。マーニーさん、ありがとう。タイさん、ありがとう。サッチー、あ、高2の子は1個下ですね、サッチーより。こんにちは、こんにちは。スープってどんぐらい食べるのが正解ですか？お茶碗いっぱい、お茶碗ね。全部やばい。納豆ご飯と
スープだけなので、もうちょっと食べてもらう。20秒待っててください。ただいまです。大変誠に申し訳ございません。寒い。寒い。そりゃスープも冷めるわけだ。スープがすぐ冷めてるって思った。ただいま。ありがとう。はじめまして、ありがとうございます。 ST48 3期研究生の書川咲と言います。ぜひサッチって呼んでください。よろしくお願いします。今、MIS×AKB48 グループレギュラーモデルオーディションショールームイベントに参加させていただいております。ぜひ皆さん、応援してくださったら嬉しいです。ありがとうございます。山口県出身の高校3年生18歳です。ありがとうございます。胸肉美味しいな。ヒロさんありがとう。リノちゃんありがとう。20ステーキトマちゃんさんありがとう。サッチサッチヤッホーありがとう。今踊ってた自分。あ、これか。危ない、無意識に踊り出したのかと思ってた。とよかった、まだ自覚あるのでセーフです。こんばんは、こんばんは。たかしさんありがとうございます。おいしい。ゆきおさんありがとうございます。よかーよかー。猫は猫で猫さんありがとうございます。ゴンジーさんありがとうございます。チュージュージュージューシー。ちょっとお汁飲みたい。うん、グッドです。
もう完成してもう4分の3食べちゃいました。ちんちょうぎさんありがとうございます。猫は猫で猫さんありがとうございます。えのちゃんありがとうございます。そうです、もうほぼない。あ、人参がついてる、ほぼない。ほぼ食べちゃった。アイスレモンさんありがとうございます。なこさんハートありがとうございます。誰がカバやねんさんありがとうございます。キューくもねパパさんありがとうございます。りょっちさん、RYO さん、やすべえさん、猫は猫で猫さん、ありがとうございます。CO チョコ、チョコミントさん、綺麗だね、ありがとう。嬉しい。焼き屋さん、ありがとう。ありがとうと銃はかけられているのだろう。私のあと1本の人参は何にしよう。え？あ、レタスあるんだった。レタス入れると思ってた。こんばんは、こんばんは、かたむつゆさん、ありがとうございます。あ、レタスチャーハンってあるね、確かに。海鮮もまだ余ってるし、フィーバーさせますか。昨日の配信を見てくださった方、そう、海鮮チャーハン作ったら、水分と油だから、そう、飛び跳ねちゃって。大変でした処理が。ここもめっちゃ油がすごくて、天井ここ換気扇まで届いてました、油が。お祭り騒ぎです。うん。これはスープですね。うん。橋本くんさん、ありがとうございます。そうですね、ちょっとシンキングすみません。あ、トップ2位ありがとうございます。
位です。ありがとうございます。2位だ、イエーイ、イエーイありがとうございます。このまま維持できるように頑張りたいです。ありがとうございます。嬉しい。2位までが決勝に行けるみたいなので、そうなんです、2位までが決勝に行ける、頑張りたい。ありがとうございます。もうパチパチパチ、ビアツさんありがとうございます、ブラボー。え、嬉しい。サッチーしか、パチパチパチ、ありがとう。ソラさんハートありがとう。え、嬉しい。スープなんて食べてる場合じゃないわたかのすけさん、ミンミンさん、サッカーボーイさん、スンクジラさん、ありがとうございます。ヤマトさん、ありがとうございます。ゆきおさん、ありがとうございます。でもやっぱすごいですね。え、嬉しい、ありがとうございます。そう、スープスープ味わってます。もういなんか2口しか食べてないけど、実は納豆ご飯もあるんです。でも本当にもうスープ食べる口がこんぐらいだったとしたら、もうこんぐらい開けないと食べれないので、納豆ご飯はちょっと NG ですチャッキーさんハートありがとうございます。こんばんさち、今来た、お、やっほー、ありがとう。あ、そうだ、何時までか考えようとしてたんだ。半ぐらいから30分にするので、この回はですね7時までやろうと思います。皆さんありがとうございます。お守りたい、嬉しい。こんばんは、こんばんは。ぬぬすくさん星ありがとうございます。そう、夜とお話しして、お話しした結果、この今日の2枠目は19時まで。白い部屋と服でこぼさつかす部屋に飛び散ったら私は面白い、もうパーンって。1位目指そう、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。スリスリ橋本くんさん、だるまありがとうございます。ですね、そう、19時までやってどうしようかな。20時から早いかな、20時15分にしようかな。うん、いや20時、うん、20時半、そのぐらいです。ちょっと、あ、どうしよう、どっちがいいかな。なんかこの微妙な差にね、いつものような。鳥取太郎さん10、ありがとうございます。サッチヤッホー、ありがとう。ゴールドシップさん10、ありがとうございます。20月では20時からにしようかな。1時間後の20時にもう一回やります。ぜひ皆さん来てください、待ってます。20時から、思わないのはなぜ。20時オッチェー、ありがとう。そう、20、ギョイ、こんにちは、オッチェーです、よろしくお願いします。了解しました、こんばんは、こんばんは。20時にしようかな、20時5分にします。この5分では大事なんです、実は。20時からまた予定を入れておきます。そうですね、5分大事ですよね。20時、あ、そう、20時5分、なんかへこんでる
了解です。ありがとう。でもまた予定のやつに入れとくので、ぜひ見てくださったら嬉しいです。コーチさん、ハートありがとうございます。もう食べません、今日は。終わってこの1時間納豆を食べてって感じです。サッチ、ハロー、ハロー、主権さん、ハロー。皆さんも住んでる方もいるかもですが、まだな方はご飯をぜひ。こんばんは、こんばんは。そうですね、この配信は90分です。で、朝に1時間8分ぐらい、1時間10分ぐらいしてるので、そうですね、1時間10分ぐらいしてるから、2時間半、2時間10分、20分ぐらいです。すいません、充電がこの11時間でしっかり充電しておきます。こんばんは、こんばんは。にじりんごさん、ありがとうございます。星、そう、食べ終わって一息ついて、こんばんは、予約お願いします。予約します、ありがとう、予約します。サッチ、ヤッホー、ヤッホー、こんにちは、こんにちは、ありがとうございます。タピネコさん、ジュー、ありがとうございます。ジュー、もう食べちゃったんです。でも納豆ご飯はあります。でもそれはちょっと大きなお口じゃない、食べない。こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんは。タピネコさん、ハートありがとうございます。こんばんは、こんばんは。愛までたどり着いたら、いっぱいの水を。そうじゃ、洗い物もある。シャイニングフィンガーさん、中ありがとうございます。洗い物しなきゃだね。洗い物、そうですね、しなきゃですね。食べ終わった後の洗い物がチャッチーは苦手。こんばんは、こんばんは。やあ、やあ、やっほー。作るのはね、もうめちゃくちゃ大好きなんですけど、洗い物はちょっと好きくらい、ちょっと嫌いか。料理配信楽しかった、また来ますね。またありがとう、また来てね。あ、皆さんも洗い物があるんですか。なかなかレアなところで配信。今日はキッチンから配信でございます。料理配信、スープを作りました。何風かは結局ちょっとわからないです。うん、あ、ちょっとずっとくるくるしてる。え、自分いつも食器洗い、あ、洗い担当なの。すごい。洗い物嫌いだよね。サッチも嫌い。猫は猫で猫さん、ありがとうございます。だるま、サッチ、ヤッホー、ありがとう。洗い物嫌だよね。でも洗ったら結構割と一瞬なんだけど。そうです、料理は終わっちゃいましたね。しっかり完食しました。ごめんなさいね。ロー人形さん、尊い、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは、ありがとうございます。あ、あ、まあまあ、提出物を忘れかけていた。嘘です。うっちゃんさん、だるま、ありがとうございます。七並べありがとう、七並べありがとうございます。シューンさん、ハート、ありがとうございます。私のやつはずっとくるくるしてる。こんばんは、こんばんは。こんばんは。下に向いて。ヤマトさん、ハート、ありがとうございます。え、すごい、綺麗になる達成感です。さっちもその志でやります。ありがとうございます。そう、でも貯めるのは嫌なんですよね。さっち、ヤッホー、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。
確かに。和明さん10ありがとうございます。スープもうちょっと飲もう。いいかな。まあスープだし。ということでスープを配信が終わったら飲みます。あと少しだけ。こんにちは、しけいさん、ありがとうございます。ありがとうございます。飲んでーってじゃあ終わったら、あ、どうぞどうぞ、ありがとう。サッチヤッホー、サッチヤッホー、主権さんありがとう。飲み干しましょう。結構ね、もう3人前ぐらいあるんですね、実はでも多分飲み干せそうけど、明日に、明日も飲みます。明日もね、明日も飲みます。ST48 3期研究生の曽川咲です。主見さん、たくさん初訪問さん、ありがとうございます。ぜひ今ビスかける AKB48 グループレギュラーモデルショールームイベントに参加させていただいております。ぜひ応援よろしくお願いします。ありがとうございます。サッチーこんばんは、こんばんは、こんばんは、ありがとう。体冷やさないよねって、ありがとう。確かに皆さんもですよ、ありがとうございます。そう、おはひょう、おはひょう、おはひょう、たちこがんば、ありがとう。頑張る、頑張ります。ますさっちやっほー、さっちやっほー。マックスさん10ありがとうございます。10なんか毎日寒くなってるんだね。今日寒かった。かわいい、ありがとう、嬉しい。マックスさん10ありがとうございます。洗い物頑張って応援してる、ありがとう。リンゴさん10ありがとうございます。主計さんやっほー、ありがとうございます。猫は猫で猫さん星、ありがとうございます。あ、じゃあ57分まであと10秒ですが、57分になったら壇上を目指していただきます。2、1。それでは13位ゴールドシップさんむせちゃいましたね。オッケー、大丈夫。12位豊中のひろさん、11位ツッキーさん、10位りのちゃん、9位アイニディさん、8位はしもっくんさん、7位ゆきおさん、6位チョコミントさん、5位おっくんさん、4位かたむつりさん、3位りょうちさん、ありがとう。2位やすべさん、ありがとう。そして1位はくまねパパさん、ありがとう。ありがとうございました。です、ありがとうございます。パチパチパチ、ありがとうございました。皆さんありがとうございます、ありがとうございます。パチパチ。はい、それでは本日の11月24日2枠目の配信は料理配信、ありがとうございました。お疲れ様です、ありがとうございます。次は1時間後の8時5分、1時間5分後か、8時5分から配信を始めようと思ってます。予約入れるのでぜひチェックしてみてください。皆さんも今からご飯やらお風呂やらの方が多いんですかな、ゆっくり休む方もいらっしゃいますかね。1時間後に、そう、後ほどってやつ、ぜひ待ってます。2枠目ありがとうございました。それじゃあまたね。スチームから納豆ご飯を大きなお口で食べます。バイバイ、ありがとう、また。